ルナチャンネル。皆さんどうもこんにちは。ドラゴンクエスト6やっていきます。今回はこの氷の洞窟に行ってみようかなっていうとこからです。謎のね、合言葉を教わりましたが、いけるんでしょうか。ちょっと待ってね、メモ。はい、最初はなんか目が覚むでしょ。あ、すげえ貴重な私の喋ってるシーンだ。目が覚む。あ、すげえ扉が目を覚ました。我は何時の道を塞ぐものなり、何時の道切り開きたくば、定められし言葉を我に伝えよ。はじめの言葉はいかに。あ、我正しき心を持つ者なりかな。正直者。時は来たね。すべては伝説は。1。次なる言葉は、力持ちの姫持ち上げる。待って。力秘めたる刃か。持ち上げるってなんだよ。イニシエの姫の美しさじゃないな。我で共に戦うんじゃない。力秘めたる刃をやな。最後の言葉は、氷食べるとき花やたんでるんだ。あはは、氷の縁より解き放たんかな。今ここに示すのし、我らが命の持ち。二の、氷の縁より解き放たん。何時の言葉をここに示さん。我、正しき。あ、合ってた？心を持つ者なり、力秘めたる刃を、氷の縁より解き放たん。いや、でもこれ選択肢出てくれて、すげえ助かるな。これ、なんか文字入力、一文字一文字文字入力されるんだったら分かんなかったよ。やった！我、封印をここにとかん。イエーイ！見たか、テリー？お前、この先にある剣が欲しかったんだろ？私が先にもらっていくからな。なんじゃ、ここは。うーわ。そういうタイプ？あ、なんかもういけそう。アクションかよ。ちょっと待って。あれ？ひどそうだね。あ。おい。あ、ここまで出るの？しょうがないな。なんかこういうところは、スライムブレスとかがいそう。サンゴールド黄色い。青。やった。しまいます。はい。お。いいっすね。金か。わあ、大金だ。もう、この辺に来たら、手に入る額が。ああ！わわわわ、ちょっと待って待って。そういう感じ？あ、アモス。何も考えずに歩いたわ。どうしよう。うわあ、火力高っ。よし。おぉ、まあまあ拾ってない？ 20 ゴールドって。あ、気止まりかよ。じゃあこれ一回取ったら落ちるタイプか。はい、わかりました。で、またこう滑るやつ？あ、これ普通にまっすぐ行っとけばよかった。あー、フロストリズムね。
なるほど。チダナスライムが見たい。かわいいの見たいな。かわいいけど、こいつらも。氷つく息、やば。おい、おいおいおい、やばい。アバーバの木で死んじゃうかも。ああ、ちょうど。うわ、もう最悪。やっぱこの辺で来て HP 99きついよな。すまんな。ちょっと待って。いや、ここで変にザオラルして MP 消費したらもったいない。あ、そっか、馬車ないから無理か。助けてもらおう。あ、よかった。お？扉を開くべき旅人よ。北、西、東、南へと氷を引き裂く稲妻をたどれ。北、西、東、南。スイッチあるから、スイッチ押す順番ってこと？あ、こう行っちゃうと、あー、北、あ、やり直したい。ちょっと待って待って。ルートを決めよう。え、何だっけ。上、左、右、下か。稲妻をたどれってのは何やろ。稲妻をたどれ。下。あ、違う。上、左、右、下だよ。端っこ行こう。上。左。どう行こうかな。あ、なんかそんな難しく考えなくて大丈夫だ。おお。あ、オッケー。大丈夫です。はい。私が先見つけたんよ、これ。テリー、順番守ろう。こりゃいいタイミングだったな。ちょっと失礼。ふん、これがあの伝説の、ラミアスの剣か。こいつ堂々と取ってくやん。しかし、これなら今俺が使っている雷鳴の剣の方がよっぽどマシに思えるが。伝説なんて所詮こんなものかもしれんな。こんなところまでやってきてとんだ無駄足だったというわけが。あっはっは。邪魔してすまなかった。この剣はあんたたちのものだ。ありがとう。余計なお世話かもしれないが一言言っておくよ。魔王は強いぜ。あんたたちそんな剣に頼っているようじゃまだまだってことだ。俺の名はテリー。世界中を回って剣の修行をしているものだ。知ってる。あんたたちの命が無事だったらまた会う時もあるかもな。アバよ。次どこ行くんやろ。次どこで会えるんやろ。錆びた剣。これが伝説の剣なのか。どれどれ？私が見て死んぜよ。伝説の四つの武具のうち一つ。伝説の四つの武具のうちの一つに違いない。知らんけど私。そんな言い切れぬ。
しかしまだ本来の力を取り戻してはいないようだ。これを装備できるのはルナボーのようだ。え、私しか使えないの？ってこと、私やっぱ勇者？へぇ、ジャニーデミットで帰るか。で、これどうしたらいい？ジャムさんに見せるか。そうだ、見せないといけないんだ。見せるのが礼儀ってもんだろうつって言われたもんね。来たで。どうやらその顔はついに伝説の剣を手に入れたようじゃな。わしの教えが役に立ったであろう。感謝するのじゃぞ。ん？どれどれ、その剣とやらをおのわしに見せてみ。うわ、なんじゃこれは。まるっきり朽ち果てているではないか。これはどうしたものかな？多そうじゃん。かつて、ダーマの神殿のあったあたりからまっすぐ南に行ったところに町があったの。かつて、ダーマの神殿のあったあたりからってことは、この下の世界でいいってことか。南にまっすぐ。町の名は、ノンガデセオ。いかがわしいものがたむろするならず者の町。いいね。その町に代々伝説になるほどの凄腕の鍛冶屋の家系の者が住んでいた。何分古いことなので、今でもいるかは知らんがの。助けついでにこれをやろう。あ、これ持ってないと入れないの？それがあれば町の中に入れてもらえるはずじゃよ。ダーマ神殿の、ああ、ほんとね。ちょうど暗くなってるとこかな。右のとこでしょ。じゃあ、行きましょうか。では、向かいましょう。あ、待って、これ私、ここに飛んできた場合、船ってどこに出んの？わからんな。サンマリーナの方に行った方がいいか。ここ行くとね、すぐ下に船がある。こっち行きたいけど、多分通れんと思うから、ハープで潜って進もう。あ、この辺も上がってもいいかな。タラ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 タたら、あった？これか？ここかも。ちょっとその前にもうちょい上の方とか、マップ埋めよ。バルンバ？かわいい。バルンバルンバ？バルンバルンバ。あ、なんかある祠みたいなの。マジかよ、お墓じゃないか。なんで、これ今から行こうとしてロンガデセオで関係ある？あ、暴いてんじゃないよ、私。明かり音楽、え？おい、あんた、誰に聞いてこの町に来たんだ？ここはならず者の町、ロンガデセオ。悪いが、あんたらみたいな人はこの町にふさわしくないぜ。出てってくんな。パスを見せた。これは、あんたらがあの方の試合とは。あ、さあ、どうぞどうぞ。態度がクルって変わる。自由の町、ロンガデセオよ。大丈夫な？あんなさ、綺麗なお姉ちゃん一人で歩いてたら。ほら、ものの一分でひんむかれちまうよ。盗み、恐喝、殺し、何をやらかしてこの街までやってきたかは知らねえけど。まあ、全部やってるっちゃやってるよね、多分。盗みもやってる。
恐喝殺し、まあ、モンスターに対してやってる。やってるよ、いろいろ。よく考えたらね。ボックという腕利きの情報屋が逃げ込んだと聞いてやってきた。奴は変装の名人でもあるからな。お前じゃないのか、それ。そういう奴が怪しい。おやどや。でも、ここの街の雰囲気すごい好きだよ。色合いっていうか。石造りで。石となんか木出てきてる。バニースーツ。うわぁ。出た出た。水の葉子供。強いんよな、これ。もう1万超え出したね、いいやつが。あー、はいはい。じゃ、もうちょっとお金貯めないとね。バーがある、バーが。私がこの街に来たのは何年前だったかの。血の気が多くて毎日のように喧嘩をしたもんじゃ。でもこの年まで生きて来られたのはきっと私が喧嘩に弱かったからじゃな。喧嘩に強かった奴はみんな死んでしまった。あ、話したい。伝説の剣職人がこの町に住んでいると聞いてここまでやってきたのですが、誰に聞いても教えてはくれないんですよ。なんで？はい。うちの店特製のブラっていうもんだ。綺麗だろ、まるで血のようだろ。人気のメニューさん。蝶ネクタイ、おしゃれ。なんか洒落たものが売ってる。誰だって一つや二つは常に傷を持っているもの。だからあんまり人のことをいろいろ嗅ぎ回るんじゃないよ。それがただ一つのこの街で起きてさ。詮索するなって。シアター？映画？劇場？面白いな。なに？痛えじゃねえか、ボケ。どこ見て歩いてやがる。ほら、ちょっと辛かせや。あ、ウソ連れてかれる？やだ、ハンさん助けて。おら、悪いと思ったら何か買っていきやがれ。なにこれ。なにこれ。尖ったのね。いらない。いらない。でも悪いなって思うから、骨で買ってあげる。なんか弱くて使えなさそうなやつ買ってあげるわ。また来てくれよな。慣れりゃこんなとこでも天国。伝説の剣職人とな、そういえばその昔、伝説の名工と呼ばれた。忘れた、忘れてしまった。だから知らん。何も聞かんでくれ。あ、やった。でもみんな教えてくれないって言ってたよね。なんだよ、ここは俺が一番最初に住み着いたんだぜ。ここは俺の家だ。文句は言わせないぞ。すまないよ。やめろ、俺が悪かった。ん？びっくりさせないよ。てっきり俺を追ってきたやつかと思ったぜ。なんか探し物か？はい。ボックっていう情報屋がついこの間この町に来た。けどめちゃくちゃふっかけるみたいだし、人を騙すのもうまいみたいだぜ。やだー。信じちゃうよ、わし。ここは私の家だ。勝手に入ってきたりして何様のつもりだ？はい。人をからかってんのかい？さあ出てってくれ。あ、そっち行かせてもらえないのね。この井戸は最近どうも水の出が悪いような気がするの。
そういうのね。また井戸の中に。誰だよ、井戸の中に家建てて住んでんの。あ、女の子だ。なあに、情報屋のホックに会いに来たの？ホックならいつもの酒場よ。酒場な、なの？タンス見して。え？盗賊の鍵？待って。盗賊の鍵って、私が一番最初に、ほんと最初に手に入れた鍵？まあ、いいか。拾えるの？こちら。あ、もうやだもうもういいよ、別に。そんな強くなかったしね。ただ、体力が怖いから、回復。こいつ、ほんとに。井戸もさ、インパスした方がいいのかな？いや、でも無理だよね。その下に降りようと思ったら倒さないといけないから。あ、力溜めてるって。わかった。じゃあ、ペロペロしてあげる。うる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 。あー、先に攻撃された。あー、効かんかった。いつも効くのに。弱っ。なんもないんかい。井戸招きのせいか？でも水、割と水豊富な気がするよ、ここ。この井戸。人住んでるけど。この家狭くて住みづらいわ。でも、向かいの家もすっごく狭いのよ。見た目は大きいのにね。宝箱がある。時々壁の裏から変な音が聞こえるの。何かパフパフって言ってるみたいなの、おまけだったら怖い。ほんと、なんか宝箱置いてるとことかちょこちょこあるね。シアター見てみるか。なんなん、シアターって。この世のパラダイス、ザ・バニーシアター。入場料100ゴールド。ちょ、待って。あ、そう。じゃあ帰った帰った。バニーちゃんがなんかしてくれてるの？やーべえ、カジノ来ちゃった？ちょっと待ってよ。お下品な男に襲われたりしたなと思って私、ぽ嫌なことはお酒飲んで忘れよ。あ、部屋に伺います。もうやだー。あ、話したい。あーち、あ、待って。お酒引っ掛けてどうぞ。はえー。ここはコイン売り場か。え、じゃあここは何？あ、ポーカーテーブルか。今日はついてる。勝ちっぱなし。何がもらえるかによるな、ほんと。また、頑張るか悩む。じゃ、ちょっと、じゃ、ちょっとだけ買うわ。はい。絹のタキシード。ドラゴンシップラチナメールまたあるわ。祈りの指輪、はやぶさの剣。はやぶさの剣か！ 2 回攻撃できるんでしょ？あー、一番コイン。え、なんだ、別にいいわ。1万コインね。
じゃあバニーシアター見る。パラダイスをお楽しみください。あ、かわいい。積極的ね。おとりこさんに手を触れちゃいけないっていうのが決まりなの。ごめんね。ダメじゃない、舞台に上がってきちゃう。ラビアンって。下でおとなしく見ててね、坊や。かわいい。私が踊ればみんなが振り返る。脱げ。もちもちギャルは、の、はは、ダメだ。僕には刺激が強すぎて。まともにバニーさんの顔が見れないよ。こいつ絶対今、ってんな。うっとり。ラビアンちゃんこっち見て笑ったよね。うん。もしかしてラビアンちゃん僕に気があったりして、ドキドキ。ピーチー。この街に流れてきてからもう12年。ガンディーノって城にいた。行ったことないな。あの頃のことは何か悪い夢を見ていたよ。まで思い出したくない。あんまりいいとこじゃないのかな。ガンディーノか。網タイツ。美しそう。使おう。ちょっと待って。ヒンパスで網タイツ見てみたいんだけど。身を飾るものらしい。これはなかなかエッチな衣装だ。これはなかなかエッチな衣装だ。これを装備できるのはバーバラにデリューのようだ。かっこよさが上がるだけ？あー、守備力もちょっと上がるんだ。ちょっと階段が多くて見て回るの大変だね、ここ。うちのものなんだけど、変な人たちが住み着いちゃって困った。トンテン、トンテン、ハンマー、キンコン、キンコン、振り下ろす。何の歌なのかな？え、その例の鍛冶屋さんとこの歌とか？あれ？あ、なんか開いてる。開いてるんだ、ここ。銀行？絶対嘘。これ絶対嘘でしょ。本当に銀行？なんか隣そう、そのまんま預けたやつ。こっちは繋がってないのかい。あ、繋がってる。お、おー。イエーイ。見張ったがね。まあ。盗みまくりだよ。まあきっと分かってくれる、この町の人もさ。うん。盗み働くようなやつばっかなんでしょ、ここ。んじゃ盗まれても文句言えねえよな。置いとくのが悪い。そこに置いとくのが悪いんや。え？おしゃれな鍛冶屋。あんたの武器や防具を叩き直してやる。おしゃれ鍛冶屋、ここにもいるの？あ、出ちゃった。てか、あのおじさんと話したいな、そういえば。話してないな。どっから会いに行ける？あ、ここも通れるんじゃないの？違う？こっち？え、どうやって中入るやろ、ここ。どっか。あ、おい、わかんねえよ。お、はい。はい。武器や防具を持ってるだけじゃダメ。ちゃんと装備しないと意味ないか。は？知っとるよ。基本だよ。ここのことあまり喋んな。ひっそりとやっていきたい。あ、めっちゃ普通に教えてくれたし。
懐かしい。鍵、あ。裏側だ。わかんないよね。でも、そっから顔出せるんや。どっか行けないか。あなた、生かすわね。パフパフしていかない？はい。じゃあ、こっちに来て。みんなでゾロゾロ。ちょっと待ってね。あ、そういうこと。中へどうぞ。あ、他の人は悪いけど、ここで待っててね。おお、来た。いい？行くわよ。そうね、パフパフパフ。パフパフパフ。あなたのお顔にパフ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 。まあいいわね。パフパフ。おしまい。あははなんでかっこよさ上がるんだよ。私の、あ、そういうことね。ああ、お化粧してもらったからかっこよくなった。これでだいぶ見れる顔になったわよ。は？もともとかっこいいし、僕。もともとかっこいいんですけど。あ、さらにかっこよくなったってことね。ありがとう。イエーイ。うわ、ちょっとお宝だらけじゃねえか、この街。この人か。ほっくりほっくり。この情報屋ホック様に何か用かい？はい。伝説の剣職人だ？そんなやつこの町にいたっけな？いや、実はこの町に来たのはついこの間でね。もっとがっかりしなさんだって。知らないことは調べりゃいいのさ。この町の連中は口が硬いが、このホック様にかかればちょろいもんさ。じゃあちょっくら行ってくら。足かせついてなかった今の人大丈夫？お。そういや、金の話をまだしてなかったな。この町での人探しは高いぜ。そうだな。5万ゴールドだ。こう言っても、いきなりそんな大金を払うバカはいねえだろ。だから俺とちょっとした賭けをしてみようぜ。よく聞けよ。俺は今から変装して町に潜り込む。そうだな。情報を集めるには3回くらい変装しなきゃならんだろ。その変装を3回とも見破ったら5万を2000に負けてやる。いいよ。俺は誰かに変装してこの町のどこかにいるはず。せいぜい見つけてくれよ。じゃあ行ってくら。それお前が情報集めるのと関係ある？え、今までいなかった人を探せばいいの？それとも、どうやって探せばいいんだろう？まあ、いいや、次回にしよう。じゃあ今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。